つらゆき、ちょっといい？ねえ、つーくん。お仕事も大事だと思うけど、一緒にゴロゴロしよう。だから意地悪しないで。うわあ、やめてくれ。あら、何かしら。さすがにこれは。どうしたものかな。そうやね。そう？気のせいじゃない？京也くんの考えすぎやと思うよ。いや、だから、そういえば、昨日ずっと篠明の部屋にいたよね。え？二人で何してたの？わ、そうだ、ドリンクの補充行ってくるね。前にもあったよね、こういうこと。あの時は偶然だったけど、でも今日は違うから。ナナコ、負けないから。バカじゃないの？なんで私にそんなことを相談するわけ。橋場はどっちが好きなの？え、どっちって？どっちもいい子だけど、特に好きとかそういう話じゃ。女の立場からすればクソ野郎と言いたいところだけど、まあ制作の立場としてはあなたがそうせざるを得ないのも悪いわね。お役に立てなくて。そんなことないよ。聞いてもらえただけで少し楽になった。